平岩優奈。体操、平岩優奈が突然の引退発表東京五輪代表の24歳、モチベーション維持が難しく。体操の東京五輪代表、平岩優奈が14日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。2021年の東京五輪女子団体で5位入賞に貢献した24歳。理由としては、モチベーションの維持が難しくなったため、 などと説明している。平岩はインスタグラムにて突然のご報告となりますが、平岩優奈は現役選手を引退しましたと発表した。もう一度私の演技を見たいと言ってくれた方、復活を待ってくださった方、選手として私を応援してくださった方には、突然のご報告となってしまい申し訳ありませんとも記している。私のチャンネルを共有して購読するように、